待たせたな、てめえを成敗しに。うるさいわね、黙ってて。なんだよあれ。まさかあれがマリさん。どうしてあんな姿に。これが兵道の歪みが現れた姿ってことか。何なのかしらあなたたち、私の邪魔をしないでちょうだい。あと少し、あと少しで私は主張を続けるだけの票を集めることができる。違います、マリさん、それはあなたが人の心をねじ曲げて奪った偽物の票なんです。それに今のままではあなたの部下、職員の人たちが倒れてしまう。誰も信じられなくなるのもわかるよ。でもだからって人を傷つけていいわけない。うるさいわね。私は間違ってなんかいない。汚職を働く職員は徹底的に働かせて更生させる。私を裏切るクズ主義どもは全て粛清する。私に従わない市民の票も私が全部食ってやる。そうすれば誕生するのよ、まっさらで美しいスノーシティが。彼の言う通りです。マリさんが集めた人々の願い、それは本来人が選択すべき心の意志。それを奪って思い通りにしたところで何の意味もありません。人は自ら立ち上がって答えを見つけ出す。そのためにこの心を授かったのです。お黙りなさい。いいぞノワール、もっと言え。マリさん、あなたが人々から奪った数々の願い、この美少女怪盗と怪盗団が今宵頂戴いたします。本当に嫌になっちゃうわ。私の邪魔ばかりして。あなたたちみんな、私が食べてあげる。あなたは間違っている。みんなの願い返してもらいます。黙れ黙れ。あなたたちに何がわかる。私を否定する者は残らず食らい尽くしてやるわ。おとなしく食べられなさい。うわ、なんだこの料理。スカ、すげえうまそう。これで。こんなこと言ってる場合じゃないっての。来るよ。ゲットレディ。ガツンと行ってくれ。遠慮しません。遠慮しません。まだまだ。まだまだ。違う。違う。私は間違ってないのよ。敵、すっごい苦しんでる。連動属性が弱点みたいだぞ。まだまだ。ダメなのよ。血の邪魔をするな。敵の攻撃力が急上昇。やばげな雰囲気だぞ。遠慮しません。うわ、すげえ。まだまだ。おっと、遠慮しません。まだまだ。ゴール続けて決めた。これまでです。よっ、強敵だが連動属性が弱点だ。それを狙っていけ。まだまだ。よっ、ご覧なさませ。弱点直撃。
くちゃ。全部私が食べ尽くすの。きれいに食べてあげるわよ。マルさん、もうやめて。優しかったマルさんに戻って。エルソナ、エルソナ、この力で任せた。わかった。嘘でしょ。バトンだ。わかりました。エルソナ、ミラミ、このまま行こう。ロール、続けて決めた。うまくいったね。ロール、ナイス回避。遠慮しな。2人で我を忘れてるわ。みんな気をつけて。あいつメンタルが超不安定だ。今なら粘土木星で大ダメージ狙えるぞ。危ない。ご覧あそこ、いい当たりだ。ノワール、その調子。ノワール、ナイスします。白くそういうタイプだ。ノワール、決めちゃってくれ。やっちゃおう。いいですか。これまでです。ペルソナ、惑わせ、ミラディ、ちょっと、やっ、よっ、エルヤシのまま行くんで、ゴール、続けて決めた、どっち、ダメよ、私が倒れたら、誰が、どうだ、新技だぜ。覚えちゃった。まだまだよ。私は倒れるわけにはいかない。不正を一つ残らず排除するまでは。もういい、もういいんです。マリさんは優しい人だから。全部背負おうとしてたんですよね。汚職をしていた部下のことも、自分を陥れようとした市議の人も、そして事故で亡くなったあの子のことも、全て自分が責任を負って二度と悲劇が起こらない街を作ろうとした。そうなんですよね。何の罪もないあの子が犠牲になったのは市長である私の責任。部下の裏切りのせいで、腐った連中の金勘定のせいで、私が退けばいいとも思った。でもそれじゃダメなのよ。次のクズが権力を手にするだけ。だから私は市長であり続けようとした。どうせ食うか食われるかの世界なら、私が全て食ってやると。たとえ偽物の票で得た地位だとしても、それで悲しみのない世の中を作れるならと。だって私が食われたら、誰があの子の死の責任を取るっていうの。あんな小さな子が亡くなったのに、私は悪を一掃することもできずに。今からでも遅くない。事件の真相をみんなに語ってください。そしてもう一度やり直して、マリさん自身の力で。そんなこと無理よ。私自身が市長であり続けるために、真相を隠すことに加担してしまったのだから。これでは、もう立ちなさい、兵藤マリコ。そこで倒れたままでいいのですか。あなたの優しさは、意志は、こんなことでつまずくような弱い思いではなかったはず。だから立って、立ち上がりなさい。たとえつまずいても、何度でも立ち上がるのです。その言葉は、そう、昔マリさんが私に送ってくれた言葉です。たとえ真実を告白しても、必ずマリさんの思いを見てくれる人がいます。そんな王冠の力に負けないで、自分の意志を思い出してください。そうだぜ市長、負けんなよ。あなたの気持ち、絶対みんなに届くから。私もお父様が亡くなって心が張り裂けそうだった。でも怪盗団のみんなのおかげで前を見て歩けるようになったんです。だからきっと
マリさんにだって何度倒れても立ち上がることを教えてくれた強くて優しいマリさんを思い出して。そうそうね、ありがとう。ハルちゃん、間違っていたのは私の方だった。職員には無理難題を押し付けて、おかしな力で無理やり市民の支持を得て支援に駆られて、いつの間にか最初の思いを見失っていたわ。自分がどうして市長になったのか、誰からも愛される素敵な街を作ること、私を育んでくれた街への恩返し。だからもう一度立ち上がってみせる。二度と間違えたりしない。こんなもの初めから必要なかった。ハルちゃん、立派になったわね。あなたのお父様もきっと天国で喜んでいると思うわ。マリさん、喜ぶ？崩れるよ、行こう。